こんにちは、本美塾代表石原です。今日の番号は連番です。5章の第9、第10ということで、まあ、個人情報保護法みたいなとか、人の個人情報をそのまま扱うなみたいな、その話についてやっていきます。まず個人情報というのには一応ですね、決まった意味、定義と呼ばれる定まった意味というのがあるので、そのことについてやっていきます。ああそうか、なるほどといくところがあると思います。で、次に別に関係やらなくてもいいんだけど、今回問題集になんか個人情報と営業秘密の似てる部分、違う部分みたいな問題が確かあったんで、一応その説明します。まあ、要するに、例えば会社が持っているビジネスホームだから、皆さん会社員だろうから、顧客リストとかだと個人情報でもあるし営業秘密でもある。あるいは医療系メーカーのなんか薬の実験をした人のデータとかだと、その個人が特定できれば個人情報であり営業秘密だというふうに被る部分がありますよみたいな話です。で、次にですね、実は個人情報保護とか言うとビビっちゃうんですけど、実は、そもそもですね、単なる個人情報、いわゆる個人情報というのは3段階ありまして、単なる個人情報というのはそんなに面倒くさくないんです。ところがそれが一歩上がって、個人情報データベースっていかにもかっこいいじゃないですか。なんか並んでる感じですよ。並んでる感があるものになると扱いがいろいろ厳密なんです。で、もっと言うと、そのデータベースの中で2種類ありまして、2つあるんです。個人データベースというのと、保有個人データ、2つありまして、さらに保有なんとかになっちゃうと、より一層取り扱いがめんどくさい。要するに、個人情報って言った場合、単なる個人情報とめんどくさい2つがあって、上に行けば行くほど、ね、取り扱いがいろいろ制約、制限があって、いろいろルールが課されるよと。単なる個人情報はそこまでじゃないと。極めて常識的なことが要求されているだけで、法律にすると文章堅苦しいけどね、みたいな。そんな話についてやっていきます。行きましょう。はい。じゃあまず個人情報の定義と言われます。定義というのは定まった意味で、みんなこういうふうに思わんといかんでしょ、みたいな話です。個人といってもですね、生きてる人です。生き人に関する情報です。ですから、豊臣秀吉がどうとか、そういうことじゃないです。生きてる人に関する情報。そして、こっちはあるでしょう。個人を特定できるものだ。逆に言うと、ね、死人に関しては生きていませんから、当然個人情報には当たりません。法人も別にこんな風に生きてはいませんから、個人情報には当たらないです。ですから皆さんの会社がいくら死人や法人についての情報を取り扱ったとしても、個人情報保護法がどうの方だ、その話にはなってきません。そして次に、特定できないものは、個人情報じゃありません。逆に言うと、特定できちゃえば氏名じゃなかったとしても実は個人情報に当たります。例えば保険証の番号とか、そういうのも、まあ、番号だけ見て特定できるかは別ですけど、番号と何かを照らし合わせてみれば特定できちゃうんだったら、それは個人情報に当たる。逆にもう絶対に特定できないようなものは個人情報に当たらない。よくあるのは、それこそさっき言ったなんか薬の実験の人の、個人で特定できる状況で持っていると、個人情報を持っていることは面倒くせえから、あくまでこういう粒にしちゃう。70歳男、60歳女みたいな、こういうなんか、粒の情報にしちゃえば、それによって特定できなくなることなんですね。そうすると、個人情報から外れるから、会社として、神経使わなくてよくなるというのが、あるらしいんですけど、そういうふうに特定、本当にできなければ個人情報じゃないけど、特定できれば番号であっても個人情報になっちゃうよという話です。次に、さっきみたいに、この問題集に関係あるから言いますけど、個人情報の中には営業秘密と被るもの。要するに会社が秘密にしているもの。実はね、秘密にしているって言うと秘密にしたいだめなんで、秘密と指定しているもので、ちゃんと管理しているものを営業秘密って言うんですけど、ちゃんと秘密にしているもので管理しているもので、さらに個人が特定できちゃうと、生きている個人が特定できちゃうと、それは、両方に当たる。両方に当たるということは、次のページかなんかが、詳しくやりますけど、2つの法律、個人情報保護法というのと、これを、規定している不正競争防止法と、また当てりますけど、2つの法律に該当するから、その2つの法律のルールを守らなきゃいけないという状態になります。顧客のリストとか、特定できるその、製薬実験を受けた人のデータとか、そのようなイメージです。会社から見て秘密として管理しているし、誰のものか特定できたというかぶることがあるということを、まあ、とりあえずこの状況ではしておいてください。先ほど言いましたように、個人情報というのは3段階あります。で、単なる個人情報、まあ、なんていうかな、3段階あるから、単なる個人情報も上の2つの厄介なやつも、全部合わせて3段階でも個人情報って言うんですけど、一番下の単なる個人情報に当たるだけだったら、大したことない義務があるだけです。
簡単に言うと人から個人情報をもらうときに騙し討ちするなみたいな、ちゃんと今から個人情報をいただきますっていうふうにこういう目的のためにいただきます、ただそれをきちんとしろっていうだけです。ある意味常識論に近いんです。いいですね、あのうさんくせいことするなだけなんです。ところが、ね、単なる個人情報を超えて個人情報データベース、これ簡単に言うと揃ってるんですね、体系的になったもの、体系的なものを持ってしまうとそれ厄介です。体系的なものについての扱いはいろんな規制を受けます。例えばデータ内容が変わったらば更新しなくてないとか、そういう面倒くさい義務が出るんです。単なる個人情報だったら出ないんです。というように段階によって違うよと具体的に言ってるのが次のページなんで、次のページ行きましょう。はい、単なる個人、あ、これでしたから広く言えばさ、なんて言ったの、広く言えば全部個人情報なんだけど、狭い意味での単なる個人情報、一番下のレベルだったら、それに対しては大して気を使わなくてもいい。大して気を使う扱いをする必要はないというのが一つです。いいですね。それに対して、個人情報データベースというものを作っちゃうと、体系的なものを作っちゃうと、いろいろ面倒な義務がかかって、頭整理できますか？で、あとでさらになんか面倒くせえ、いや、お前言ったこと違うだろみたいな話も入りますけど、まずは3段階あって、1段階目と面倒くせえ2つ。個人データっていうのが実は2段階目で、これ一番めんどくさいんですけど、めんどくさいものになればなるほど、いろいろこういう義務があると、個人情報法でいろんな法律のルールがたくさん課せられちゃうと、この3段階構造を覚えてください。で、雑魚いのと雑魚くないの分ける方法は、データベースになってる。データベースっていうのはこの、何こういう、パソコンみたいなそれだけやつだけあって、例えば、名刺とかも名刺ケースできちっと整理してる。体系的になってれば全部データベースです。データベースって言うと電磁記録みたいな、そうじゃない。パソコン上並んでるだけ、PC 上並んでるだけじゃなくて、名刺入れみたいに、名刺入れって箱だよね。違う。名刺クリアファイルみたいに、綺麗にあいうえお順並んでると、それもデータベースになっちゃう。そういう綺麗に並べたものを持ってると、とてもめんどくさいことになってる。っていう、この仕組みを覚えてます。ただし、後で、あれ？これと矛盾しねえって話もしますけど、それはまたやりましょう。じゃあ、詳しく今からいきます。はい。じゃあ、これはまあ、あっさりです。まず、個人情報の定義確認しましょう。生きてる個人の情報で、個人を特定できるものを言います。ということで、死人は生きていませんし、会社も別に生きてるわけじゃないですね。ガンダムには心があるから、そういうことをやりたいわけじゃないですから、生きてる個人の、情報のみということで、死人や個人情報は入りません。個人情報と言いますね。いくら持ったとしても、個人情報法とは関係ありません。いいですね。次に、個人の情報で個人を特定できるものを個人情報と言います。ですから絶対に特定的にさっき言ったグラフ上の地権者のデータの、性別とかそういうだけだったら個人情報とは言わないですね。じゃあ氏名が載ってないと実際個人情報と言えないかというと、氏名がなかったとしても顔写真や指紋などによって結果的に個人を特定できちゃえばそれは個人情報と言います。またパスポートの番号なども結局、ね、番号みたいなだけでは個人誰か分かりませんけど、何かと紐付けて合わせれば特定できるものを個人情報と言います。いいですね。これが個人情報の定義ということになります。で、しつこく言いますが、問題に載ってるんで一応あります。個人情報と営業秘密というのは被るんだよ。次のページで詳しくやりますけれども、被るということは営業秘密に被さってくる法律のルールも被さるし、個人情報の保護法という法律に被さるルール。二つのルールの適用を心がけちゃうよ。具体的には、営業秘密で個人情報というと顧客のリストとか地権者のデータなんじゃないでしょうか。個人情報にかかると個人情報保護法というのがあります。さっきお前3段階って言ったのに言ったよ。これに当たるからといっていつもすげえ面倒くさいわけじゃないよ。この中でも3段階あるからね、緩い規制もあれば厳しい規制もありますけど、とにかく何らかの規制をこの法律から受けます。営業秘密に当たりますと営業秘密法でございますって言いたいんですけど、そういう法律はないんですね。それないんで、不正競争防止法という違う名前ちょっと覚えてください。ごめんなさいね。営業秘密法という法律はないんです。不正競争防止法からいろいろなルールを受けます。個人情報に当たるかどうか、ここじゃないよ。この左側全体に、真ん中の左半分に当たるかどうかはさっきみたいに生き人を特定できるのが個人情報です。で、営業秘密なんていうかというと、営業に関する秘密で、秘密として管理される。二つの意味が入っています。会社が秘密として指定したものです。そしてきちんと内部で管理しているんです。逆に言うと誰からどう見ても秘密だろうと思ったとしても、会社が秘密として指定してなければそれは営業秘密とは言いません。それから、ね、
会社がせっかくマル秘とかって判行したにもかかわらず、なぜかきちんと管理してないものも、それも営業秘密とは言いません。マル秘指定して、そして管理しているものだけを、ね、昔で言えば判行する、まあ、今で言えばロックみたいにしている、そういうことをしてない限りは営業秘密とは言いません。そういうのをしていると営業秘密と言い、これについてはこういう法律とルールが変わっている。左側の個人情報、右側の営業秘密、不正競争防止の話です。左側の個人情報保護に当たるということは、これこの後やりますけど、実は個人情報取扱い業者ならこういうことを守れというルールがあったんです。実はさっきどんでん返しをすると言いましたけど、ね、個人情報に当たるからといって、ね、単なる個人情報なら大したことない、1段したら大したことない、2番目3番目は面倒いよと言いましたけど、実はそもそも、ね、個人情報に当たろうが、2番目3番目の面倒くさい、ね、で個人情報データだろうが、この人、個人情報取扱い事業者がそういう情報を持たない限りはこの法律は関係ないんです。これこの後のページです。いい、ちょっと気をつけてほしいんですけど、これ次のページ出てきますけど、単なるリタイアしたおじさんが個人情報を握ろうが、その個人情報データを握ろうが、あんまり個人情報が関係ないんです。わかる？単なるおっさんが、ね、解説のみでもないおっさんが個人情報の中握ったからといって、個人情報法は何も言わないんです。ああ、おっさん関係ないですよ。うちの法律、あなたは規制しないから自由にしてくださいって言われたんです。いいですね。個人情報取扱い事業者がそういう情報を持つと初めて課されます。いいね。全員、誰もが個人情報を持つとこの法律がかかってくるわけじゃないから、これ超大事だから、覚えてくださいね。いいですね。これは左側ですかね。とにかく個人情報、今やりたいのは、これはその後にね、個人情報保護と営業秘密の不正競争防止法っていうのがあって、個人情報保護にかかると、このルールがかかる。一方で、営業秘密に扱うと、当たると、不正競争防止法っていうので、不協法っていうんですけど、不協法で営業秘密を不当に扱っちゃいけないよというルールが課されます。こっちの世界が課されます。具体的にはまた別の問題でやってるんですけど、要は、不正に取得しちゃいけないとか、不正に取得したものを開示して、そこから受けちゃいけないとか、それ知ってて聞いちゃいけないとか、いろいろルールが課されるんですけど、そういうルールが課されます。で、ちょっとこの不正競争防止法の勉強しておきたいんですけど、営業秘密の世界、ちょっと前、一個前、ごめんなさい、前の画面向けてみましょう。今やりたいのは、営業秘密と個人情報を被る部分もあるって話なんですけど、営業秘密法っていうのはないんで、不正競争防止法という法、それは発表しています。戻してください。はい。その不正競争防止法なんですが、別に営業秘密専門法律じゃないんです。実は、よくあるのこれです。どっかの会社の、ね、サルマリの商品を作るな。例えば、たまごっちにいた、たまげっちとか、そういうものを作るなとか、ね、ライバル社を貶めたりするような行為をしちゃいけないとか、まさに、競争に関して汚いことをしちゃいけないっていうのが、この法律の根本なんです。その中の一つとして、ね、秘密を汚く入手するのも汚い競争じゃないですか。汚い競争の一部として秘密に関するルールが書いてあります。いいですね。あくまで秘密専用の法律ではありません。ただそういう不正競争防止法に、ね、営業秘密が該当するとすると、その法律のルールが書いてある。だから話をまとめますと、ここに個人情報保護、個人情報があり、ここに営業秘密があり、真ん中の被る部分、顧客データとか、試験者のデータとかについては、個人情報保護の規制もあれば、不正競争防止法の規制もあるというふうに、ダブルで被るジャンルがあるので、注意してくださいね、みたいな話です。これは、問題にあるからやりました。次から本題です。いきましょう。正直言って、結構分かりづらいジャンルの法律だと思います。いいですか？まず、ね、この3段階確認しますよ。完全に教えるけど、見直した方がいいと思います。まず、個人情報というのは3段階です。広く言えば、一言で言えば個人情報。広義の、広い意味での個人情報ですが、3つとも。取り扱いがあんまりうるさくない個人情報と、結構うるさい個人データと、めちゃくちゃうるさいこういう個人データ、3つあります。広い意味での個人情報になります。じゃあ、ね、扱いがめんどくさくないにしろ、そんなんじゃないにしろ、めっちゃめんどくさいにしろ、とにかく個人情報を持ったら恐ろしいんだろ？バツ。違う。とにかく個人情報を持って恐ろしいのは、個人情報を事業者が持った場合です。単なるおっさんがこのデータをどんどんこの、お金データを持ったとしても別に大したことないんです。大したことないけど何も法律関係ありません。単なるおっさんは、その人の道徳心、良心に基づいて行動すればいい。法律は関係ありません。
個人情報取扱事業者が持つと面倒くさくなりますんで、この後個人情報取扱事業者の話をしなしにですね。ですね。これいいね。弱、中、強っていうのは情報を取り扱う時の義務の強さ、面倒くささのレベルの話です。いいですね。で、どんなに面倒くさい情報だろうが、これじゃない人がやったとしても関係ない。じゃあこれは誰なんだということで、次のページ行きましょう。個人情報取扱事業者というのは、あれ？さっきでしたね。体系化されているデータベースを、事業で扱っている人。これ事業っていうのはですね、法律でね、事業とかっていうとすごいちょっと誤解があるんですけど、法律事業っていうのはビジネスって意味だけじゃないんです。なんですかね、営み事というか、繰り返して日常的にやってることを事業と言います。ですから、金儲けしようがしまいが、事業っていうのは当たります。ね。1、2の条件両方満たさないと、個人情報事業者になれない。要するに個人情報、取扱事業者か。要するに単なるおっさん止まりになっちゃうんですけども、じゃあ NGO とか NPO が、ね、この丸2の方から当たらないか、そうだったら NGO、NPO だろうが、要するに儲けを気にしてなかろうが、1番を取り扱っている限り、これ満たしまして、事業者なのに注意してください。儲けてるのではなくて、日々反復して使っているかという話です。よろしいでしょうか。で、はい。これなんだっけ？この辺がまず混乱しますから、いいですか？これ、ごめんなさい、1個前の図いきましょう。ここに当たる人が、ここに当たっちゃえば、どれを扱うときでも何らかしら弱い強いにかかわらず義務が出る。これに当たらないおっさんだったら、どれを持ってもいい。じゃあ、どうするとこれに当たるのというと、実は、これより下を、これかこれを持ってた、これかこれを日々取り扱ってる人が、これに当たる。わかる？いきますよ。まずね、単なるおっさんは、単なるおっさんは、そもそもね、こう、これかこれを日々扱っていることはありませんから、事業者に当たりません。ですから、法律関係ありません。OK ね。で、日々、一番下の個人情報を取り扱ってたとしても、これも、これかこれを日々扱っている定義に入りませんから、それも事業者に当たらないから関係ありません。事業者に当たるのは、これか、これ以下。まあ、これ以上するのかな、レベルが上なんだけど、これよりも、こっちかこっちを定期的に扱ってる人が事業者になっております。一度事業者に当たったらば、これを扱ってるだけだっていうの義務は弱いなりに課されると。OK。入り口として入っちゃえば、ね、雑魚に情報だろうが、まあ、雑魚、大してめんどくさくない常識論に過ぎないけど、義務は出る。もちろん、こういうだとめんどくさい義務。入り口に入れば。入り口に入らなければ、どれを持ってても関係ない。一度入り口に入ったらば、どれの義務する。ただし、入り口に入るかどうかの基準は、これを持ってるか。これじゃないんだよ。OK。どれかを反復して繰り返して使っていれば、これに当たっちゃうんじゃなくて、これのうちの、これを繰り返して扱っている人だけが、これに当たる。入り口に入ったらば、どれを扱う義務がする。結構ややこしいよ。一応、まあ、この後、誤解ないように、ちょっといろいろやっていきます。戻りましょう。はい。ということで、個人取扱業者というのは、ね、レベル2以降、レベル2かレベル3のデータを、要するに体系化しているデータを日常的に扱っている人、NGO だろう、NPO だろうが入ります。これに当たれば、レベル1を使っているだけだって、もう入り口に入っちゃったんだから、いろいろ義務は課されます。ね。いいですね。普段からレベル1しかもともと使わないんだったら、これに当たらないから、事業者じゃないから何の義務もされる。だけど、ね、普段はレベル2、レベル3、レベル1使ってれば、レベル2、レベル3使ってると、継続的に扱ってると、これになっちゃう。そうすると、たまたまその子レベル1しか使わないようになったとしても、これに当たる以上は義務化される。そういう話です。体系化された、レベル2以上のデータ、ね、なんとかデータベースというものを繰り返し使ってる場合は、個人情報取扱事業者に当たっちゃうんですよね。ということは、ね、体系化されてないバラバラの名刺の束を持ってる人、まあ、かなり会社員としては終わってるような気がするんですけど、ポケットにぐっちゃぐちゃ入れてるやつの人は、レベル2以上使ってるわけじゃないから、その人自身が取り扱い事業者とは言わないですよね。もちろんその人が社に持って帰って、社の総務の人とかが並べ替えてくれちゃうと、レベル2以上になりますから、会社としてはなりますけど、その会社員自体は事業者とは言わないですよね。バラバラに持ってるだけでね。じゃあ、ね、バラバラじゃない、レベル2以上の整理されたデータを持っちゃってる、ね、単なるおっさんは当たるかというと、それは繰り返しやってるという条件がないから当たらないんです。ですから、ね、会社をリタイアしたおっさんが、
高校の同窓会をやろうとして、ね、ある日一日だけ、名簿を見て送って、その名簿をすぐ捨てたなんていう場合は、その人は取扱い事業者じゃないですよね。その場合は、いろいろ面倒くさいルールは書かないです。気をつけてほしいのは、同窓会が別の例でよくできています。同窓会といえども取扱い事業者だったら、それはあれ、なんとか大学、東京大学同窓会とか、日本大学同窓会って、その同窓会組織が当たるって話だよ。いい。同窓会組織は、日常的にみんなのデータ持ってるじゃないですか、名簿。だからそれが仕事じゃないですか。だからそれは当たりますよ。そうやって、単なるおっさんが、ね、個人的に同窓会開いた場合っていうのは、日々扱わないから、その場合は事業者にならないです。同窓会本部はもちろん自由になっちゃいますから、ね。同窓会の本部はね、イメージで。これはイベント、パーティーっていうね。同窓、当たる方の同窓会ってのは、組織としての同窓会ってね。それ気をつけてください。はい。結局、ね、非個人取扱いで、単なるおっさんが何か、名簿を扱ったとしても、それは全くこの法律は関係ない。って、あれでいいんですね。じゃあ、個人情報取扱い事業者は誰かというと、しつこいですが、体系化されたデータ、個人データを、レベル2かレベル3データを反復して扱っているものが、個人情報取扱い事業者なんです。それは、反復してというのは、儲けようが儲けまいが同じなんで、町内会や同窓会ももちろん入っている。同窓会というのは、パーティーとして、今日、日本橋で、和食屋でなんかやって、そういう会じゃなくて、同窓会組織は入ってくるということです。それだし、町の単なる一人暮らしのおっさんが、レベル1の個人情報や、レベル2やレベル3の個人データを、使ったとしたって、そもそも規制か。そもそもレベル1の情報は、繰り返し使っても当たらないし、レベル2やレベル3であっても、繰り返し使わずに1回限り使うだけだったら、これは取扱い事業者に入らない。入らないということは、個人情報保護法は一切関係してこない。関係してくるのは、繰り返し使っているやつだ。というのが、長いんだけど、入り口としてすっげー大事な話なんでやってきました。で、そのつながりからその次にレベル的に進めると思うんですけど、次行きましょう。おっさんの話は終わりです。おっさん終わりました。おっさん、同窓会開けてよかったね。楽しかった。20年ぶりに恋が火ついたかもしれませんけど、普通の話です。個人取扱い事業者に当たってしまったって話です、ね。一度当たったらば、レベル1の個人、単なる個人情報だろうが、レベル2の上中下にせず、めちゃめちゃ出ました。レベル1の単なる個人情報だろうが、レベル2以上の個人データ、レベル3の保有個人データ、ね、ややこしいデータだろうが、しょぼいデータだろうが、すべて法律の制限をかけてきます。なぜならば、入り口に入っちゃったから。個人取扱事業者に入れば、すべてのデータについて、めんどくさいか、楽かは別としていろんな義務がされる。入らなければ、一切何も課される。この入り口をとにかく注意してください。今からは、入る話の話を続けていきます。行きましょう。じゃあ、あれだけレベル1とレベル3って言っといて、それは何なんだろうという話をやっていきたいと思います。まずはレベル1とレベル2の3の区分け方からです。まずはレベル1とレベル2、レベル3をまず分けてあげましょう。ポイントはデータベース化されてないかされてるかです。いいですね。データベースというのはさっき言った電気だけじゃなくて、名刺のパッケージ、あいうえお順になっていれば、五条順になっていればそれもデータベース。体系化されてないものについては単なる個人情報、レベル1です。いいですね。レベル1は入り口にも関わるし、中にこの個人情報保護ワールドに入ったというのが関係です。入り口としてレベル1は何本持ってても、何本繰り返し使ってても個人情報事業者には入らない。個人情報保護法の世界に入ってきません。ね。そういう意味でレベル1に意味があります。さらに、入った後、個人情報保護ワールドに入った後もレベル1は大した義務は課される。義務は課されるけど、大した義務は課される。それでレベル2、レベル3っていうのは、これを繰り返して持っていることによって、入り口として個人情報保護ワールドに入っちゃいます。入った後、さらに1と違って、小難しい義務が課せられてきます。じゃあ、2と3と分けてるのかなって意味があるんですよ。あります。2と3の違いは何でしょうということで、いいですか？実は、個人データ、会社とか皆さん会社員ですから、会社が持っている個人データの中には、自前のものと預かり物があると思ってます。こう考えればすぐ分かります。混ざってるんです。それに対して保有個人データって保有ですから全部自前です。要はレベル2、レベル3っていうのは全く違う別物じゃなくて、レベル2の方が広いんです。レベル2の中の一部がレベル3なんです。どういうこと？人他社からね、例えば業務委託とかで、例えば打ち込む会社とかで、皆さんの会社ね、預かってるだけの情報って皆さんいじれます。人の会社から情報を扱ってる時に、ね、そこに載ってる個人の方から、私の生年月日違うんですけど直しておいてください。
いやー、当社預かってるだけであって、預け先の会社に言ってもらえませんとなりますよね。皆さんの会社が、人から名簿を預かって、人の会社から商売上名簿を預かって、これをなんかね、宛名入力とかしてくださいって言われた時に、勝手に書いたらまずいでしょ、人から預かるの。勝手に訂正とかできないでしょ。あるいは、そこに乗っかってる個人から、ね、私の個人情報を間違えてるか調べたいから、開示してくださいというふうに、皆さんの会社に連絡した時に、いや、開示できるかどうかも、ちょっと弊社から借りかねますと、ね、何々社に聞いてくださいってなるでしょ。そうなんです。個人データの中には自前のものと預かり物がありますから、当然皆さんの中でやれることっていうのは限られてくるんです。それに対して、保有個人データっていうのは、まさに自社が集めたデータ、自社のデータですから、そういう開示請求とか来た時とかに、はい、責任持って開示しますと。いや、この場合は開示できない重大な開示しませんとかっていうふうに、責任持って対応できるものだけ入ってる。これは無責任のものが入ってる。そういうのを持ってください。保有個人データ、レベル3というのは、レベル2の中でも預かっているものでなく、自分で見るなり役なりできるもの、ね。その分にちゃんとやらなくちゃいけない責任が重くなる。それがレベル3になります。いいですね。3と2の違い分かりましたかね。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあ今からは、もちろん個人情報法があるんで入ってる。入ってる中で、要するに個人情報取り扱い、個人情報取り扱い事業者になってる。なってた場合のレベル1とレベル2とレベル3それぞれについて同意義務化されるとは言います。レベル1です。この前の個人情報っていうのは広い意味じゃなくて狭い意味、単なる個人情報です。単に個人、要するにデータ化されてないものも入ってます。データ化されてるものもあるかもしれませんけど、ね、レベル2、レベル3含んでるかもしれませんけど、雑魚い情報も入ってます。はい。ちゃんと何のためにその個人情報を利用するか目的を特定しなさい。例えば、ね、本を買った時にしおりを無料で送付するために送ります。新しい新刊ができたらばご案内するためにこの個人情報をいただきます。ちゃんと利用目的を特定しなさい。逆に言うと不正な取得しない。例えば、しおりを送るふりをして関連会社のなんか怪しい布団屋さんの、ね、布団屋さんの、高額の布団のパンフレットを送るとか、そういう嘘の取得すんなさい。ね、ちゃんと本屋さんが新刊を送るため、新刊ただだけにない、新刊の案内を送るため、というふうに言ってもら、言って、皆さんの住所を、お客さんの住所をもらったんだったら、全然関係ない布団を送りつけたりするなという話です。それから、本屋さんは、お客さんに書いてもらう際に、さっき言ったように、新刊のしおりのために、くださいね。というふうに言うか、あるいは、本屋さんの軒先とかホームページで、当社は皆様から預かった個人情報は、新刊のご案内するためにお使います。それ以外には使いませんというふうに公表しておいてね。事前に公表しておいたんだったら、名前書いてもらうときに目的言う必要ない。だってもともと張り紙とかホームページ言ったんだから。言ってないんだったら、お客さんに書いてもらう際に、しおりの、しおりってもいいけど、新刊でもいいけど、そのために使いますって言いません。で、そう言ったんだから、当然、しおりとか新刊以外のもののために使うんだと、ね。もし、それでも変更するんだったら、例えば、しおりをお送りするために案内をもらったんだけど、うちわを送りたいってなったら、まあ、いけるかもね。どうなのかな。しおりとうちわの関連性したいですけど、最初の目的のためにお客さんは情報を皆さんの本屋さんに預けたんだから、お客さんから見て、合理的に、あ、これなら同じようなものだと言えるような目的になったら使えるわけですね。しおりからうちわはいけるのかな、どうなのかな。まあ、関連グッズを送りますとかって時は、もともと目的に入っているでしょうし、ね。夏の季節を表す関連グッズを送っておきますって、しおりからうちわに変えるだったら、なんか夏っぽいからいいんですかね。まあそういう感じで、要するにお客さんから見て、不意打ちにならない。お客さんは、しおりや新刊の案内をもらうために預けたんだって、わけのわかんない関連会社の英会話の教材とか案内もらうためじゃないんだから、その目的を守りなさい。そして目的を言ってみなさい。当たり前じゃないですか。いや、それは、一義に意識はしないけど、商売するんだったらこのぐらいはそうじゃないですか。これを守らないと人でなしじゃないですか。だから大した話じゃないです。当たり前のことを当たり前にしろというわけです。これはレベル1の情報扱いです。レベル2です。今度はデータ化された情報です。データっていうのは、電子データだけじゃなくて名刺で五十音になっている場合とか。要するに簡単に何こういう前後の入れ替えとかできるイメージです。いいですね。要するに皆さんが管理しやすいです。ただし、自社のデータもあるかもしれません。自社が集めたデータもあるかもしれませんけど、よそから業務委託で預かったデータもあるかもしれません。はい。中身について、正確性を確保してください。ね。要するに、ね、お客さんから謝り、お客さん、ごめんなさい。その、例えば、
預かった先、預かり先の企業のクライアントから直してくれって言ったのに勝手に直していけないと思うんだけど、なんだか皆さんの会社の方で間違いなくこれは、誤字脱字だなと思った時、それは、まあ、正確にしましょう。でそのデータがいらないなら、消した方が望ましい。ただこれは他社から預かったり消せないと思うんだけど、まあ不要ってでしたら他社預かりもんだけどもう捨てていいですよと言われた時かな、とか自社で持ってて自社が不要と思ったのかな、そういう時は消すのが望ましい。そして安全管理、要するにハッカーみたいな人から情報を取られないようにしましょう。従業員がおかしなことを持ち出したりしないように監督しましょう。それからね、今まで預かったことばっかり言ってますけど、逆に預ければね、他社に皆さんが預ける場合に、預けた先についておかしな行動しないように監督しておきましょう。そしてこれです。関係ない第三者に証の情報を与えてはいけません。そうそうだよ。お客さんの会議は皆さんの会社を信用して、個人情報を渡したのに、関係ない奴に渡したら怖いよね。関係ない奴がお金やつとか、お料理詐欺のやつかもしれないもんね。そんな奴に渡してはいけません。というのがあります。ただその第三者提供についてちょっと話の膨らみがあるんで、ただしオプトアウトをした場合はいいよみたいな話を次のページでやっていきましょう。どうぞ。はい。今言いましたレベル2の情報では、勝手に皆さんお客様から預かった個人情報を第三者にあげてはいけません。それはそうです。第三者はやばい霊感商法の会社かもしれません。そこは当然いけないんですけれども、まず同意があればいいよね。お客様に聞いた。お客様に、ね、何々社に情報を送っていいですか、そうするとより良い案内できると思います。いいよ。そこはいいですよ。お客さんの同意ですかね。いいですね。逆に同意がない限りは、第三者に提供することはできますよね。ちょっとこれ気をつけてほしいのは、会社内でその情報を回すっていうのは、社内じゃないから、第三者とは言いませんよ。なんかよくある、サラリーマン1年目の質問集みたいなのがよくあるらしいんですけど、そういうので、うちの総務でもらったものを営業に回してきて、それは社内ですから、同じ法人同士ですから、それは第三者と言いませんから、当然社内では回せます。だけど、皆さん会社だとして別の法人、あるいは皆さん個人だとして別の個人事業者に渡すということは基本的に。もちろん本人が同意があればいいですけどね。じゃあ同意がないときに一切渡せないかというと、実は一つあります。オプトアウト。あらかじめ、情報を流します。第三者に流したらそうです。で、やめてくれと言ったら初めてやる。要するに基本流したという制度です。は？怖いんですけど、それは、やるとその制度を採用するときは、その旨をあらかじめ示してもらってます。当社はオプトアウト制度を採用しています。したがってお客様からもらったデータについては、関連会社などに流す可能性があります。で、嫌だった場合は拒絶の申し出をしてください。っていうふうにして、原則流すよっていう制度があります。これを明示しといて、さらに、お役所なんですよ、これ。個人情報委員会ってお役所があるようなんですけど、自分も立ちたことないんですけど、お役所にそういう制度を採用したら、ドドドって。この二つをやると、実は、オプトアウトを使えるらしいです。要するに、基本的に、個人情報を第三者に提供することはありえない。お客さんが同意しなければありえないんですけれども、オプトアウトの制度を採用する。採用していることを明示する。あらかじめ公表しておく。当社は流すんです。嫌だったら、そのように言ってください。そして、お役所にうちの会社はこういう制度を採用してます。という届け出をすれば、これが例外的にできるらしいです。まあ一応そういう話がよく出るんで、しといてください。じゃあ最後、レベル3行きましょう。はい。これレベル3です。要するに、一番、めんどくさい義務がかかってきます。どういう義務かと言いますと、どういう義務かと、まずどういう情報かと言いますと、これ全て皆さんが保有している個人データです。自社のデータです。自社のデータですから、顧客、消費者ですから、その僕の情報についてそう開示くださいって言ったら、皆さんは開示するべきだったら開示しなくちゃいけません。なぜならば、自社の情報なんだから、ちゃんと判断できるでしょ。お客さんから僕の生年月日おかしいです。あるいは僕の趣味嗜好、これ、僕、こんな不名誉な嫌です。僕の趣味嗜好欄変えてくださいって言われたらば、変えなくちゃいけません。なぜだったらば、皆さんのデータだから、逃げるなり役なりできるでしょ。あれお客さんから確かに最初で届けましたけど、もう一切私の個人データ利用しないでくださいって言われたらば、利用停止をしなくちゃいけません。なぜならば皆さんはだって自分のデータだからそういうことできるでしょ。もちろんね、こういう理由で開示できないと。この開示したことによって何か犯罪ですとか、そういうね、開示したくていい場合とか、訂正しなくていい場合とかいろいろあると思うんですけど、そういうことがない限りは、皆さんの会社の責任になること。ね、常に開示しろと、常に訂正しろってじゃなくて、開示しなくちゃいけない場合については責任を持ってなくちゃいけない。訂正しなきゃいけない場合は責任を持って訂正しなきゃいけないというふうに皆さんの会社に義務を課ている。
これがレベル3の話です。いいですかね。こういうふうに見たように、レベル1、レベル2、レベル3によって、ね、扱う義務、面倒くささが変わってきます。ただ、すべてこれも、個人情報取扱事業者になったので、個人情報保護法の世界にこうやって、ポンって入ったわけですからね。そもそも、単なるおっさんはここに入らないから、義務は課せられない。で、入るための入り口というのは、定期的にレベル2以上を使っていること。いいですね。ですから、レベル1をいくら定期的に使っていようが、あるいはレベル2を単に1回使おうが、この世界には入らないから、義務はかからない。で、一度入ったからには、レベル2もレベル1も義務は多い。ただし、義務の薄さは、厚さは違うということです。かなり複雑だと思うんですけど、なんか分かれば幸いです。じゃあ、問題いきましょう。はい、5章の9、10を開けていただきますと、9は、はい、長いです。10からいきます。丸1、個人情報には法人の情報や資産に関する情報、2つも間違えてきましたね。両方とも入らないに当然含まれていってるから、当然×。すごく気楽でした。2個も間違いが入ってました。丸2、個人情報取扱業者は、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、必要がなくなった場合は、必要なくなった場合においても営業所にと保管しなければいけない。一番この4問の中でこの4問の中で難しいと思いますよ。まず個人データと言ってるから体系化されてるもんだということで2レベル23はさ自前だから保有ってことですよね。レベル2です。レベル2についてはね、まあデータ化されてる体系化されてるのかいろんな義務があったらここまでいけると思うんだよ。でそうすると正確かつ最新内容に保つうんうんっていうふうに納得するじゃないですか。でそこで、丸らしにしちゃうんだね。大体ここで。よく見ると、不要になっても保管しておかなきゃいけない。消去した方がいいよってさっき書いておいたように違うんですけど、ちょっとこれ難しいね。答えとすれば、ね、前半は完全にあったり、かなり引っ掛けに近づいてくるんですけど、実は最後の方で、いらなくなっても、なんだっけ、消去しなくていいって書いてあるから、実は丸には間違いです。丸さは難しくありません。個人情報を取り扱わないと、これはレベル1のことだとしょう。取り扱わないと、利用目的を特定し、数値さえする。その後、漏洩しようが、免出しようがどうでもいいと。そんなことはさすがに言うわけないじゃないですか。ということで、丸さんは、あそこに書いてね、あの、義務として書いてあるわけじゃないけど、丸さんはどう見ても違うというのが分かっています。丸4、個人データの全部または一部を、委託する場合、個人データですから、レベル2です。との取り扱い、委託された個人データの安全管理が図れる。委託する場合ですから、どっかに預ける場合に、預け先の安全管理が図られるよう頑張りなさい。そうです。レベル2については、管理をしっかりしなさいというのが基本ですから、これについては正しい。丸には難しいかな。ただ、丸4が正しいということから、丸2はビビりながらも、まあ、どっか違うんでしょっていうふうにいけるといいですね。ちょっと難しいかもしれません。はい、5の9の方、埋めるしかありません。あ、個人情報は一般に何とかにする情報。まあ、一つ思いつくのは文章で言うと、個人に関する情報って言いたいんですが、下を見ると純粋な個人はない。そうすると、丸10で、生存する個人ということで、そんな別におかしくないことがあるんで、生存する個人を入れてあげる。はい。次です。体系的に構成したものは、個人情報保護法上の意味やから。ということで、これはレベル2とか、あるいはレベル3を含むのかな、どっちかなということで、丸2の個人情報データベースということが入っています。次、図です。当該顧客リストは不正競争防止法上何とかにも書いてある。それさっきやったように、営業秘密は、個人情報と被る場合があるよということで、丸7の営業秘密。丸4。個人情報事業者に当たると様々な義務を負う。例えば個人情報事業者は、個人情報は取り扱う。要するにレベル1ですね。レベル1は扱うに対し、その何とかをできる限り特定しよう。さっき言ったよね、お客様からしおりや新刊の案内として情報をもらいますという利用目的を特定しろということで、丸6の利用目的になります。そうか、この問題だったからオプトアウト言ったんですね。そうそう、問題に、オプトアウトが出てしまっています。あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供してしまうことができる。第三者への、提供のデータに関して、このようなやり方を一般にオプトアウトということで、丸15のオプトアウトということで、まあ、細かいっちゃ細かいのかな。まあ、一応せっかくやったんで覚えておいてください。さっきの、10番の丸にはちょっと厳しいかもしれません。以上です。